は。やっほー。昨日はね、800日ということでケーキも食べて幸せでした。みんなありがとう、お会いしてくれて。はい。そして今日の公演は昇格してきたメンバーがね、はい、初めての昇格して初の K2 公演なのでね、はい、新生 K2 ということで、はい、楽しみにしててください。はい、こんにちは。私は皆勤賞で公演、皆勤賞です。こんにちは。今日はまず2人デビュー。まあそうね、公演は何度か出てくれてますけども、決意になってから初なのでね、ぜひよろしくお願いいたします。こんにちは。ドンが初めて同期とカラオケ行ったとラジオで言ってた。ね、言ってた。私は行けなかったんですけど、でも今度ハタゴンとある場所に行く約束をしたので、ちょっと6月中に叶ったらいいなと思っております。はい、こんにちは。早いもので5月も終わりますよ。皆さん、という間ですね。今日は眉毛あるね。いつもあるよ。いつもあるよ。こんにちは。早い、この前までお正月だったのにね。お正月でしたけど、もう5月も終わりますね。半年経つってやばない？もうまだ6月終わってないけど、もうほぼ半年終わったみたいなもんじゃん。やばいよね、びっくり。クリスマスプレゼントください、早すぎん？近くに赤ちゃんはいませんね。いません、今のところ。今のところいないので大丈夫です。誕生日もうすぐ来そうだね。誕生日もうすぐですね。まあ年は取りたくないですけど、はい、年は取りたくないけど応援されるのは嬉しいので、はい、今日の公演頑張ります。またスタバ新作出るね、バナナね。焦がしバターバターじゃないよ。焦がしなんかバナナなんとかみたいな。焦がしバターできた、美味しそうだった。こんにちは。焦がしバターは
ない、 A メロ年取りたくないって言うようになったんだ。取りたくないよ。次24ですから、24になってしまいます。取りたくないね。え、好きにいるとおばさんなので世間では若いと言われるかもしれないですが、好きにいるともう年がね、そうなんですよ、そうなってしまいますね。もう十何歳がいますからね。来年で10周年なので、私は、はいね、すごいですよね、自分でもびっくり。まあキッズにはまだ先輩方がいますのでね。そうだよ、年覚されるよ私、これでも連絡されるので、はい、2010年がそう最年少、私が2分の1成人式やってた頃に生まれたって思うと怖いです。あの時代を知らないということが怖いです。その時代を知らないことを今こうやってね、SKE で一緒になってお仕事をするってのがすごいなと思いますけどね。10個も違うのに、10個も違うのか、そうだよね。早いですね。おはようございます。もどちかこ、ありがとうございます、ちかちゃん、ちかちゃんちかちゃんじゃないけど、ちかちゃん、今の子に言いたい、思いっきり楽しんでほしいなと、はい、時間は戻せないのでね、本当に思いっきり楽しんでほしいと思います。はい別に私に何かあったわけじゃないけどね、はい、楽しんでほしいと思います。私も楽しんだので、はい、思いっきり楽しんでほしいという気持ちでいっぱいです。今しかないよって思う、本当に。やめてください、深いとか言わないで、本当にそう思っただけだよって、はい、そう本当に思います。人生何があるか分かりませんけどね、この間まではまだ若いと言い張ってたのに、いや若いよ私、若い若い、まだまだ若いとは思います。世間で言うと若い方に入ると思いますけど、はい、イスキーの中ではもう年長の方なので、こんにちは、もうお酒も飲めて、そうだよ、車も運転できる年齢です、そうです。でも運転するときはお酒は飲みませんけどね、もちろん、はい、そうですよ、
その木としてはもう先輩ですね。はい、先輩です。疲れていますかってこと？疲れてるように見える？まだ始まってないけど公演。そうね、運転できるし運転できちゃうし、できてしまいます。そうね、ローアングルだからすごい顔してるけど、チームケイツで押し行きの次がメロさんだもんね。違います、違います、ルガティもいるよおし行きの前にルガティもいるよ気で言ったらね、気で言ったらルガティンやけど、年齢で言ったら私あの後輩より年下ですから。ちなみに髪ボサボサに見える。もうまだセット終わってないから前髪ごめんね。こんにちは。この後は公演なのでね、皆さんぜひご覧ください。ファンレベル上がった？お、おめでとうございます。こんにちは。ジャンボうちわ買いました。お、嬉しい、ありがとう。みんなゲットしてね、ぜひツアーで振ってほしいし、ぜひ公演でもね、劇場公演でも使えるので、どこでもイベントとかどこでも使えるので、ぜひゲットしてください。はじめまして、ありがとうございます。グッズもね、いろいろあって、はい、ちょっとランダムなものもありますけど、キーホルダーはランダムじゃないかな。トレーディングカードがあったりとか、あとはなんだっけ、なんだ、あとあれだ、生写真とかもあるかな。確かあのジャンボウチワは EC でしか確か買えないので、はい、ご注意ください。あ、そうね、アクスタもランダムかな。うんうん、ね、ちょっとランダムなので、K2 コンプするぐらいに皆さんぜひおしめを引き当ててください。お、出ました、801日です。わーい、ありがとうございます。あ、でももうあれか、今日で終わっちゃってるか、正午で。ちょっとね、まだ帰る逃してしまったよって方はどこかしらできっと帰るはずだと思います。わかんないけど、はい、ありがとうございます。ということでね、この調子で
毎日アイドルを頑張りたいと思います。今日も見てくれてありがとうございます。この後ぜひ18時半からご覧ください。それではまたね、バイバーイ。